皆さんおはようございます。アキ総裁のコーチです。12月の6日日曜日となりました。今日はですね、本当朝からまあいつも天気いいんですけど、今日は本当に朝日もですね、なんか輝きが違うないぐらい、気のせいかも分かりませんが、本当にいい日差しを感じております。朝ですね、イチョウが今年はちょっと落ち方が、色づき方もちょっと一本遅いんですけど、イチョウの葉っぱがたくさん落ちておりました。これをこう吐いてですね、集めようって思ったのが、イチョウの葉っぱそれぞれですね、一枚一枚がみんな顔が違うんですね。よう考えたら人間もみんなね、皆さん顔がそれぞれ違うように、男性と女性があったり、イチョウの木もですね、男性と女性があるんですね、オスとメスが。メスが幸いうちの会社のところにあるのはオスなんで、よく銀なんですよね。あれが落ちることがないんです。だからまだいいんですね。離れたところにメスの木がおりまして、そっちはもうどういうのかな、すごい落ちるんです。もう銀杏のシーズンも過ぎましたけど、銀杏をたくさん拾いに来られる方とか、おられてですね、もう本当はイチョウの木いうのは、葉っぱいうのはもうほとんど落ちとらんといけんのでしょうが、うちの会社は今年は、まだ青々としとるのが一本あって、一つはもうね、紅葉時期にもう色づきましたが、そういうイチョウの葉っぱ一枚一枚にもですね、いろんな表情があるんだなということをこう吐きながら、今日は感じさせてもらいました。今日も一日ですね、怪我なく事故なく皆さんお過ごしになってください。日曜日でお休みの人もおってでしょうし、休みの場合、まあコロナのこともありますが、今広島感染者が増えておりますけども、でまあどういうかな、まあ、気をつけるでも気をつけようがないんで、いい日曜日を過ごしていただきたいと思います。以上でございます。